昨日の夜はお友達のあゆかちゃんから突然電話で起こされて大変だったなぁ。でもあの後2時間も久々におしゃべりしちゃいましたよ。こんにちは、僕キャスです。楽しかったなぁ。もうわかる。しかしニューヨークでの休暇ももう十分満喫しちゃいましたよ。ニューヨーク、あ、ニューヨーク、ニューヨーク。あー、とうとうニューヨークともこれでお別れですね。一旦ジャパンへ帰国して溜まっている業務を片付けないといけませんよ。まったく。まっすぐって言ってるでしょ。よろしく。はい、こんにちは、僕キャサです。わかるでしょ。はい、よろしくお願いします。久々に帰ってきた日本ですけど、忙しすぎて懐かしんでる暇がありませんよ。忙しい忙しい。これは OK で、123と、これは、あっちもやらなきゃいけなかったんでした。忘れてました。お味見がしてる暇はありませんよ。まったく。こうして今日その日本での日常が戻ってきた。次は都会を離れてどこか美しい自然のあるところに行ってみたいのよね。そうだ、つぶやいて30万人のフォロワーにお尋ねしちゃいましょうかね。スマホスマホ、あった。どこか綺麗な場所へお出かけしてみたいな。う、そし財力に物を言わせてどこへでも行けますよ。送信。モッフルをお味見しています。送信。わお、早速返事が来ていますな。なになに、湖水地方。イギリスの湖水地方の風景は素晴らしいですよ。もう猛烈に行ってみたくなりましたよ。楽しみだな。もう分かるでしょうね。湖水地方か。どんなお味見ができるのか。こうして新たなる知恵と旅立つのでした。